との振り付けの違いや連携がこの乱舞道の演舞の見どころです。衣装は今回祭りを意識して日本の伝統的な赤、白、黒をあしらいました。総勢80名、新たに加わった30人とマンツーマンの練習をしました。その見事にシンクロした動きをぜひ見てほしいそうです。